2017年浦和レッズは悲願の2回目の ACL 優勝を果たしました。数々の激闘を制し、さまざまなドラマが生まれました。しかし優勝にたどり着くまでには数々の試練がありました。試練その1、グループリーグの壁。2013年ミシャ体制となって初めての ACL に挑みました。しかし結果はグループリーグ敗退。2015年再び挑みますが、またもグループリーグ敗退。翌年は何とかグループリーグを突破し、決勝トーナメント1回戦で FC ソウルと対戦します。しかし惜しくも PK 戦で敗退。2017年の ACL はそんな中での4度目の挑戦でした。ラファエル・シルバを補強し、優勝を狙います。ラファエル・シルバの補強は大きく、圧倒的な強さでグループリーグを突破します。試練その2、宿敵韓国に対し2点のビハインド。ファーストレグは終始試合を支配していたものの、カウンター2発で完敗を喫します。セカンドレグは前後半で同点に追いつき、最後は森脇の決勝ゴールで逆転勝利を収めました。試練その3、ミシャ監督解任。ACL は好調だったミシャ監督ですが、リーグ戦では戦績が振るわず、川崎戦を前にし解任となり、堀監督が指揮を取るようになりました。試練その4、川崎に対し一時3点差のビハインド。もともと川崎とは相性が悪く、監督が交代してから感もなかったこともあり、ファーストレグは3対1で敗北を喫します。さらにセカンドレグでは1点先制される最悪な展開に。
しかし前半に1点を返し、川崎の車屋の一発退場をきっかけに後半3点を返し、見事逆転勝利を収めます。試練その後、ラスボスアルヒラルには10人のサウジアラビア代表選手が所属しており、この力が非常に高く、圧勝で決勝まで勝ち進んできました。ファーストレグではスタッツからわかるように圧倒されていましたが、かろうじて引き分けに持ち込むことができました。セカンドレグはホームの利を存分に生かし、ラファエル・シルバの決勝ゴールでついに優勝をつかみ取りました。浦和レッズの謎の ACL の勝負強さは今も健在です。